では録音開始していきますね。はい、お願いします。今日もよろしくお願いします。お願いします。よいしょ。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキさんのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。はい。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。はい。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。はい、はい、3回目、3回目始まりました。始まりました。で、収録が2週前になりますよね、はい、そうですね。今のところ2週前で収録しておりますね。今日、はい、めっちゃ雨降ってたじゃないですか。いやー、すごいですね。やばすぎじゃないですか、あの雨。いや、びっちゃびちゃでしたね。びちゃびちゃどころか、前日、昨日、はい、干してた夜、夕方ぐらいかな、干してた洗濯物がびしょびしょで、うわー、嫌だー、もう最悪でした。朝からもうもう一回回し直して、はい、乾燥機持ってきました。あー、なりますよね。そうで、これ今つけてるジャケットあるんですけど、はい、昨日ちょっと気分転換に買い物行ったついでに買ってやつなんですよ。おお、通りでちょっと新しい感じした、しましたもんね。そう、めっちゃなんか上等と思って、はい、いいなと思って値段見たら結構安くて、おお、ラッキーですね。ラッキー、安売りしてました。おお、なんと、なんと洋服に縁があったということで。そうですね。あ、でもシューズ、あのバッシュ、はいはい、バスケットシューズ、はい、あれも結構ね、1万8000円するはずの、はい、シューズが、7000、8000円ぐらいで売ってて、びっくりですよ。ちょっと欲しいかも。でもあれもセールでやってたんで、はい、なくなり次第終了って感じじゃないですかね。そうですね。ジョーダンとかですか。ジョーダンではないです。ジョーダンではなかったんですね。アシックスです。アシックスか。そう、私なんかバッシュに関してはアシックスがなんか、はい、いいなって思ってて。アシックスいいんですよ。日本人の足に合わせてるんですよね。あ、そうなんだ。はい、アシックス、ミズノは日本人の足の形に合わせてるので、おお、日本の方はすごくつけやすいって評判なんですけど。あ、そうなんですね。僕逆にあの足の形が外国人に近いらしくて、ナイキばっかりつけてます。あ、ナイキ、ナイキ昨日ちょっと見てたんですよ。はい、ナイキもいいなと思ってて、はい、買おうかなと思ったんだけど、やっぱり値段がいい値段するので、やっぱアシックスかなみたいな。まあ、でもナイキも最近は落ち着いてきましたよ。まあ、だいぶ、はい、だいぶ値段的にはまあまあいい感じではあるんですよね。手が届く範囲内というか。気をつけてるあのシューズがナイキのエアマックス19ってやつなんですけど、はいはいはい、小学生の頃だったらプレミアついて、もう街歩けばあのナイフで脅されるような靴だった。え、怖い怖い怖い。っていう靴を今では安価に買ってあの履けるっていう、すごくいい時代になったなと思います。あ、なるほど、そうなんですね。ちょっと待ってくださいよ。なんでこんな時に着信が入るかなっていうね。収録の最中にお電話来ておると。あ、大丈夫です。後でかけ直します。はい。では番組の紹介しますね。はい、よろしくお願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ.sach@gmail.com です。スペルはkimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。で、ツイッターなんですけど、はい、ちょっと私作りまして、アカウントを作ったわけではないんですけど、私のアカウントそのままのアカウントで、はい、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてもらえればと思います。
ハッシュタグ作成おめでとうございます。おめでとうございますなんですかね。いやもう番組としてのハッシュタグ持てるってなかなかやっぱりこの一つの節目じゃないですか。まあまあまあそうですね、まあ、2回目まで一応自分でつけてたんですけど、はい、まあどうなるかなと思いつつもまあつけてみようかと。いやこういうのはどんどんやった方がいいと思いますので。了解です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では一曲お聴きいただきます。クリスマスがもう来週25日ということで、愛のハピネスです。ハッシュタグサッチーラジオにしちゃったって山内さんがあ、ヤンバルカンガルーポーさん来ましたね、キャスの方で。いらっしゃいませ。で先週の放送後に一通、はい、メールが来てたので、それを先に紹介しますね。はい、ぜひお願いいたします。多分曲が終わったら16分ぐらい多分喋る時間あるので。了解です。また今日も5分前になったらエンディングかけますね。うんうんうん、了解です。もう髪がすごいことになっておるみたいな髪切ったんですよ。おー、髪切って僕はもうちょっと伸びきっちゃって、最近毛先が傷んでるので。あ、なんか耳がかかったらかかるのと、前髪が長くなってきたらもう切りたい症候群になるんです私。うん、僕ももともとそうだったんですけど、今中を抜いてるのでこの髪型便利なんですよね。結構長くないですか。長いんですけど一応中を抜いてるんで楽なんですね。2ブロックです。だからこう流して足目にしたりとか、いろいろバリエーションが効くので。ああ、お旦那からもキャスが来ましたね。後で紹介しましょう。今日は間に合ったんですねあの旦那もはい、スマホを変えて、うん、キャスとか全部設定私なんですよ、設定するもの、はい。で今日ツイキャスの設定やってきたんで、はい、見てるみたいです。あ、これからもよろしくお願いします。あと1分ぐらいですね曲。はい、あ、本当だ。サッチーラジオになってる。旦那来たよ、わらって。はい、あと30秒ですね。はい、まずツイキャスのコメント拾っていきましょうね。はい、お願いします。拾ってメールいきますね。はい、お聴きいただいた曲は愛でハピネスでした。まず、ツイキャスのコメントが来てるので、
そこから紹介したいと思います。お願いします。山内さんから、イエーイサッチーラジオーって来てます。緊張感なさそうだねって。私意外と緊張してますよ緊張してますよ。これでも、まあ、でも初回に比べたらだいぶ、初回に比べるとだいぶ落ち着いてきました。でヤンバルカンガルーポーさんから、サッチーこんばんはって来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。旦那のリクカイクーさんから、最近ステーキ食べたから調子いいなって。なんで最近、まあ旦那と一緒にステーキ食べに行ったんですよ。いいですね。あのちょうど、はい、なんだろうな、何がきっかけだったのか分かんないんですけど、はい、無性に肉が食べたくて。おいいですね。で、与那原にある、はい、光食堂だったかなっていうところがあって、はい、でそこで、旦那の方がハンバーグ、はい、ハンバーグを食べて、私はサイコロステーキ食べました。おー美味しい。絶対美味しいじゃないですか。結構安いんですよ。安くて、確かね150g で1000円ぐらいだった気が。おー、そうなんですね。そう、結構安くて、結構有名なのかな、多分。与那原の人にとっては多分有名です。こちらですか。はい、そうです。おー、ちょっと行ってみたいですね。そうそうそう、お肉大好きなので。あ、いいですよ、柔らかいし。お、最高。最高ですよ。で、ヤンバルカンガルーポーさんから、旦那来たよわらで、コメント局長しかないけどっていや、そんなことはないよ。そんなことはないですよ。皆さんコメントしていただいております。そうそうそう。では先週、はい、あの放送後に一通あのメールが来てましたので、はい、ちょっと紹介したいと思います。ありがとうございます。2通来てて、はい、内容同じなんですよ。1通だけ紹介します、はい、こんばんはサッチ、今バイトの帰りバスの中。先週のテーマが確か一番欲しいものでしたね、はい、一番欲しいもの、沖縄に行くのにお金が欲しい、うん、年末ジャンボ当たらないかな、母ちゃんねぎらってあげてねということで、田舎っぺさんから、千葉の田舎っぺさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。年末ジャンボ買いました。まだ買ってないんですよ。22日までですよ。そろそろ買っとかないといけないかな。ちょっとタイミング見てるんですよね。去年、名護の道の駅、はい、あの教団の方の、はい、あっちで買ったんですよ、はい、買って1万円当たりましたね。おあそこ結構当たるって有名ですもんね。有名ですね。で、あと中越区も当たるとかっていうなんかの旦那が言ってましたね。数年前に読谷で一等が出た時に、はいはい、読谷で一等出たんですか。出た時に僕その日買いに行こうと思ってて、占いで西の方向で買うといいよっていう占いをしてる方がいたんですよ。はいはい。西かと思った時にライカムか、それこそ読谷だなって思ったんですよ。はい、読谷行こうか、いやライカムいいかってライカムで買っちゃいました。ああ、なるほど。その時に人生の選択誤りましたねで、今日のテーマいきますね、はい、今日のテーマが、クリスマス食べる食べ物というテーマです。食べる食べ物、はい、クリスマスいろんな美味しいものをいただく日ですよね。そうですね、はい、特に来週っていう。そうですね、もう1週間後にはクリスマス、その後年末っていう、ね、あもう2023年がそこまで迫っている。そうなんですよ、あっという間です。あっという間ですねねえ、キャンさんはなんかクリスマス食べる食べ物ってありますか。はい、クリスマスですね、オーソドックスに言えばチキンを食べるっていうのが結構定番じゃないですか。はいはいはい。でも僕たちは必ずチキンっていうよりはどちらかというと僕が大好きだったんでチキンクリームスープを毎年作ってます。キャンベルの、はい、キャンベルのチキンクリームスープって定番じゃないですか。いやもう大好物で、
まあ、ちょっと幼稚園生の時に、はいはい、ちょっと長期の入院をしてた時に、あら、病院のその、食堂で、はい、出されてるこのチキンクリームスープが美味しくて、あ、もうそっからハマりましてですね、はい、もうずっと毎年クリスマスはチキンクリームスープになっております。なるほど、そうなんですね。私は意外とクリスマスに定番で食べるものっていうのがないんですよ。ああ、まあでもそうですよね。ちゃんとなんか固定してっていうのはなかなかないと思います。去年何食べたかなっていうのに記憶がないっていうね、うん、で、私が一応クリスマス食べるものっていうか食べたいのはケーキ、はい、ああ、やっぱりケーキですよね。ケーキでも、はい、これ私ケーキでも好き嫌いがあって、はい、生クリームがダメなんですよ。ああ、ミートゥーです。僕もダメなんです。一緒。もう物心ついた時から生クリームケーキダメなので。ああ、じゃあもうショートケーキ系はダメ。ダメですね。モンブランとかは？は食べたことないんですけど。あれ？モンブラン食べたら美味しいのに。小学生の頃は誕生日ケーキはチーズケーキと決まってました。あら一緒。あら一緒。で、挑戦する勇気もなかったので、甘いものが本当にとにかく苦手だったので。意外な。はい。ケーキは未だに苦手でございます。私もそこまで好き好んでケーキを食べるっていうほどでもないんですけど、まあでも子供の頃に比べたらコーヒーとか飲めるようになったので、はい、まあそれでちょっとお供にぐらいだったらいけるようになりましたね。ああ、なるほど、はい。ツイキャスで、山内さんが昔ピザ頼んだら5時間待ちって言われたよ。5時間、5時間何でもできる5時間で。いや、ちょっとこれは注文とかって我が家ではしたことないので、ゾッとしますね。ゾッとしますね、本当に。うちの母に感謝ですね。本当に美味しい料理を作っていただいて。そうですね。で、メールが来てますので、はい、メールを紹介したいと思います。お願いします。ラジオネーム、まさっとさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、新番組改めておめでとうございます。ありがとうございます。クリスマスに食べる食べ物と言ったら自分はフライドチキンですね。ケーキにしたらモンブランケーキかいちごショートケーキを食べます。サッチーさんはクリスマスに食べるものは何でしょうか。またメールしますっていうことなんですけど、私さっき言ったように生クリーム系がダメなので、チーズケーキ。チーズケーキですね。チーズケーキ美味しいですもんね。美味しいんですよね、はい。どこのチーズケーキがおすすめとかあります？ああ、もう子供の頃一般、本当に一番いつも好きだったのはもうジミーのチーズケーキ。あ、やっぱり定番ですね。定番ですね。でももう前、子供の頃なんですけど、近くにケーキ屋さんがあって、はい、今もうないんですけど、そこのチーズケーキがめっちゃ美味しかったんですよ。だからもう誕生日のたびにそこのチーズケーキを買ってもらって食べてました、はい。最近のお気に入りはプーゾのレアチーズケーキなんか。ああ、レアチーズもいいですよね。もうさっぱりと食べれるので大好きですね。ああ、いいですね。で、もう一つ行きますね。ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからいただきました。こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。サッチーさん&キャンチー、こんばんは。こんばんは。まずは、新番組発足おめでとうございます。先週ぐらいも確か来ていたような。おめでとうございます。3週間続いております。ありがとうございます。楽しい番組を期待しています。そしてクリスマスに食べるもの、やっぱりこれでしょう。モスチキ。お、モスチキが来たか。サクサクで美味しいし、ちょっと高いけど、わら、この時期になると5本で1400円と少し安くなる。え、5本で1400円って安い方なんですかね。モスチキって結構ちょっといいお値段してたと思うんで。ですよね。はい、だから多分5本だと安いんだと思います。ああ、なるほど。5本で割ると200、5×40 は280円ですね、1個。ほうほうほう、まあ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 なお値段で。普段320円くらいするんですかね。そんなにするんですか。モスチキあんまり食べないんですよ、私。僕も最近食べきれてなくて、モス
ボスバーガーって24時間だったじゃないですか。はいはいはい。最近開いてないんですよ、夜、深夜。え、そうなんですか。はい。だからコロナになってから開かなくなっちゃったんで。ああ、コロナが。はい。だ以前は僕帰りがけに、まあ、モスバーガーさんあったんで、はいはい。ドライブスルー寄って、買って帰るみたいなのをやってたんですけど、はい。今それがもうできなくなっちゃって。なるほど。はい。続き読みますね。はい、よろしくお願いします。去年はクリスマスイブでもケンタッキーみたいに予約しなくても購入できました。かっこ今年はどうだろう。お二人はモスチキ好きですか。ではでは、また来週です、っていうことでした。モスチキ好きなんですけれど、クリスマスかなって言われたらちょっと、クリスマスは僕はやっぱりケンタッキーなイメージですかね。私もケンタッキーなイメージです。まあ、やっぱ親戚が持ってきてくれるので。ああ、なるほど。お祝い事とか。はいはい。やっぱ。そういうなんか特別な日に食べるっていうイメージがやっぱついちゃってますよね。そうですよね。私、でもモスチキ食べたことないかもしれない。あ、でも美味しいですよ。やっぱりさ、まあ、言った通り、めいちゃんが言った通り、サクサクで。はいはいはい。結構この食感がまたちょっと違うので。味付けもどちらかというとちょっとさっぱり系なので。おお。食べやすいと思います。はい。で、キャスのコメントで、はい。リクカイクーさん。子供の頃に七面鳥の丸焼き食べたよ。七面鳥の丸焼き。おお。すごーい。七面鳥のお尻から、ニンニク、はい、の、ニンニクぶち込んで美味しかったなって。うわー、食べてみたいですね。七面鳥、あれじゃないです。なんか、丸焼きって言ったら、はい、合わせ、今合わせにあるのかな、コッコロコハースって、はい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 、あっちが有名じゃないです。そうですね。コッコロッポーさんはそうですね、合わせに移転してました。ですよね、はい、前は高原交差点と小座高校のちょうど間の方にありましたよね、はい、今のコッコロッポーハウスはどちらかというと昔ドンキーコングがあった、あドンキーだ、キングコング、はいはい、焼肉屋さんがあった向かい側に移動しました。あ、そうなんだ、はい、どこだろうと思って、私ずっと不思議に思ってました。なんかめっちゃ小綺麗になってましたよ。へえ、今度行きたいな、今度行きたいな。でも七面鳥食べるはいいけど、二人では量多くないかな。まあ三日分ぐらいの食事にはなりそうですね。うわ、三日。三日。コッコロッコはチキン屋でって山内さんが。確かに。コッコロッコチキン美味しかったっすよ。もう私七面鳥とかそういう系、丸焼き系とか。あんまり食べないんですよね。もうだいたいケンタッキーで済ましてしまうので。だからそうですよね。丸焼きってやっぱいいお値段しちゃいますので。しますね。どうしても。本当にお祝い事じゃないといただけないと思います。確かに。あ、そういえば前にリオチさんがケンタッキーを食べたことないと、はい、いう話をした記憶があります。そうなんですか、リオチさん。今こっちにいないですね。いないですね、残念ながら。次にちょっと聞いてみましょうね、もう一回。ちょっと確認してみたいと思いますね。あとどのぐらいありますかね。はい、あと2分半ぐらいですね。そろそろまとめで行きましょうかね。はい、よろしくお願いします。来週のテーマ、行きましょうかね。はい、テーマお願いいたします。来週のテーマは、クリスマスにもらってびっくりしたものです。びっくりしたもの、びっくりしたもの、意外なものがあればと思います。はい、あ、まあ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 、まあ多分いろいろあると思いますけど、いろいろありますね。で、あと来週なんですけど、月1のコーナーをやろうと思ってます。はい、まあ、クリスマスなのでちょっと月1コーナーで褒め合いっこしてもらいましょうかねと。はい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 。まあ、この月1コーナーなんですけど、はい、今回は、クリスマスがあるので、はい、まあ来週なんですけど、基本2週目、はい、月の2週目の
コーナーにしようと思ってます。おお、これはちょっと楽しみですね。楽しみですね。リスナーの皆さんも、まあ、あの男性を立てて、はい、女性を褒める、褒める、まあ、両方褒め合いっこで、お互いに、はい、異性を褒め、たたえを、そうですね。皆さん照れないで言ってくださいよ、ちゃんと。まあ、相方さんなり友達なり上司なり部下なり、はいはい、まあ男性女性いますから。そうですね、いっぱいいますのでね。いますので、素敵な方いっぱいいらっしゃいますので、身の回りにね、いますね。はい、まあまあ私はどんなかな、褒めたたえることあったかなみたいなねって感じです。番組に参加してくれた皆さんありがとうございました。もう時間ですよね。そうですね、あと30秒で終わります、はいはい、ではまた来週。お相手はサッチーと、はい、ミキサーのキャンでした。ではではまた来週、さようなら。ちょうどいい塩梅で、はい、今日はお疲れ様でした。3回目にしてようやくなんかちょっと流れ側を買ってきましたね。ですね男性を立てる、女性を褒める、やなすけべやって違うでしょ違うでしょ。あ、じゃああれだな、まあいいか。オッケー、あのフリムーンから、お、フリムーンにあの番宣がてら出ようかなっていうのをさっきツイッターしてたんですよ、私が。そしたら OK が出ました。おめでとうございます。フリムか、やっぱさんにチュンジュク行っとかないとな。何をですか、何をですか。ちゃんとゲストちゃんと扱ってよって。あのフリムで話すときは積極的に話しに行った方がいいですよ、うんうん、あの雰囲気に飲まれると喋るタイミング見失うので。まあ、ツイキャス見てますけど私家で、はい、遠慮すると多分喋れなくなっちゃうと思います。なるほど。だから遠慮せず楽しんで、うんうん、で自分からも仕掛けていった方が盛り上がるかなと思うんで。はいはいはい、なるほどなるほど、了解です。僕はいつもだから仕掛けに行ってます。あ、はあ、はあ、はあ、ゲストさんいない時とか、ちょっと茶化しに行ってます、ね。茶化しに。フリムーンに出るの？出ます。まあ来週はあれですよね。あのなしですよね。そうですね。来週はないので再来週予告しようかと思います。今日急遽決まったので。来週は収録一度飛ばして。再来週で、はい、まあ、時間があるのでいっぱいメールが来るかと思いますが、いきなり着信が入るとは思わなかったハプニングですね。ハプニングが結構生放送番組もよくあることなので。あ、そうなんですか。あの、で、たまに出るかと思いますか。そうなんですね。ではそろそろ終わりますか。ではではまた再来週。ありがとうございました。